新キロ、すげえ。近くに寄るともっとすごいんだぜ。おいでクロマティ。おい、ケンジ、おい。こっちだよ、捕まえてみな。こんなの舐めてんな。おバーチ、あっ、走る。そう、わしが熊と出くわしたのも蜃気楼の谷じゃった。その時わしはナイフ一本持ってなかった。さすがのわしもその時は死を覚悟した。だが熊のやつ、まるで見当外れのところに爪を食い込ませおった。おそらく蜃気楼がわしの幻をまるで違うところに映し出しておったからじゃろう。そのおかげでわしは命拾いしたというわけじゃ。旭川までの足取りはだいたいつかめたんですけどね。それじゃあドームは、お母さん、やっぱり警察に届けた方がいいわよ。そうね。あいつのことだ。これはどこかでのたれ死んでたりして。ちょっとラカンタさん、縁起でもない。あ、これは失礼。男中畑、現役を退いたとはいえ今もドームの兄貴があり、こんなことになって面目ないと思っております。でも信じてるんですよ。あいつはいつもどこかに姿をくらますために一回りも二回りも大きく成長して帰ってきた。きっと今頃新魔球のヒントを掴んで。どうやねん、ドームの居所掴めたか。え、なんやって、まだわからん。そっちはどうやねん、え、わからへんのか。くっそー、ほんまにどいつもこいつも。ドーム、お前ちゅうやつはいつまでたっても。よっしゃ、行くぜゲンジ。オッケー。いいかゲンジ、俺の魔球の秘密はボールの回転。今度の魔球は横回転、サイドスピンだ。周りの空気を巻き込む回転、そして真夏の太陽、その2つが組み合わされるとき、ボールは途方もない変化を見せるはずなんだけど。ドーム兄ちゃん、特訓開始だ。よっしゃ。すげえ、これがプロの球か。まだまだ、よし来い。ピッチャーはな、一日に何万球も投球練習やって鍛えてんだぜ。嘘だろ。おじいちゃん、もういい加減にしてください。ケンジに何かあったらどうするんですか。ケンジに友達ができた。え、ジャイアンツのドーム君じゃ。二人ともすっかり気が合っての、おかげでケンジは随分素直になった。ジャイアン
か関係ないね。文句あった。よし行くぜ。すげえ、今ボールの周りに霧の渦ができたぜ。それだ、ボールが空気を巻き込んだ証拠だ。行け、行けそうだ。よし、どんどん行こうぜ。ケンジ、ケンジ、死刑囚ケンジ、ケンジ死ぬな。あなた、ケンジは大丈夫、落ち着いたようだ。眠ってるよ。よかった、ヒヤッとしたぜ。だけどいつまでも薬で抑え込めるもんじゃない。本当は一日も早く手術をした方が。それなのにおじいちゃんは。あの、手術をしないとどうなるの？いつどんな時に心臓が止まってしまうかわからんのじゃよ。だからケンジの両親も毎日祈るような気持ちで。ケンジは口ではあんな強がりを言っているが本当は怖いんじゃよ。怖い？それも無理はないんじゃ。ケンジの手術は難しくて成功する率は 10% あるかないか。たったの 10%？ だけどいつ心臓が止まるか分かんないよりは思い切って手術した方が。そうなんじゃが、この手術は本人の治ろうという気持ちが一番大事らしいんだ。なんだよ、特訓すんじゃなかったのかよ。もちろんするさ、ただし今日はお前の特訓だ。お前ジャイアンツのピッチャーになりたいって言ってたよな。投げてみろ、入団テストだ。本当か、本当に本当か。ああもちろんだ、俺がキャッチャーやってやる。よし、さこい、うりゃ。さすが筋がいいな、ケンジ。もう一丁行くぜ。これくらいの練習でへこたれるようじゃとても無理だね。ケンジ、約束しよう。約束？今度の札幌での対中日第一戦に新しい魔球で俺必ず勝ってみせる。必ず。本当？だからケンジ、お前も約束しろ。同じ日に手術を受けるんだ。手術？そして病気を治して俺と思いっきり野球やろうぜ、ジャイアンツで。文句あっか？ない。ケンジ、お前にこれやるよ。二人の約束の記念だ。本当？ケンジの受ける手術の日は決まったが、まだ輸血用の血液が随分足らんそうじゃ。俺のやるよ、みんな持ってってくれ。さあ早く。子供は献血できんのじゃよ、その気持ちだけで十分じゃ。ちくしょう。そうだ、あの人に頼もう。当てはあるのかな。終わりさ、俺の兄貴みたいな人だもん。はい、新庄。長畑さん、ドームが、お母さん、お母さん大変よ、ドームが病院だって。あの、ドームに何か。いや違うんです、ご心配なく、ドームは無事です。たった今連絡が取れましてね。何でも道北大学病院のケンジって子を訪ねてくれと。ええ、とにかく私は一足先に札幌へ向かいます。はい、よろしくお願いします。柱打った、大きいぞ、入るか。は
ったホームラン、太陽逆転。もしこのまま巨人が負ければ今日中日が勝っておりますから首位の座を滑り落ちることになります。中日戦まであと4日しかない。回転、空気を巻き込む途方もない回転。ケンジ君できたぜ。はあ、元ジャイアンツの中畑清のサイン本物だ。元で悪かったな。本当に中畑さんがケンジのために血をくださるなんて何と言っていいか。いやいや、ケンジ、ドームから話は聞いたぜ。明日の手術頑張れよな。はい。いい子だ。よし、もっとすごいプレゼントを見せてやるぞ。おい、みんな。原選手、篠塚選手、岡崎選手、吉村選手、駒田選手、みんな本物だ。あ、藤田監督も。本当、本当に本当。みんな、お前の手術の役に立つようにと自分から献血してくれたんだぜ。すっげえ、すっげえ。みんなの血もらったら僕それだけで大選手になれるぞ。もう心配ありません。あとは私たちに任せてください。皆さん、ありがとうございます。くそ、レッドボールに回転を与えるにはどうしたらいいんだ。畜生。ジャイアンツの北海道シリーズ第1戦は残暑厳しいここ札幌丸山球場から対中日戦をお送りします。このところ毎日のように首位の座が入れ替わっておりますが、今日の時点では巨人と中日が同率首位で並んでおります。残念ながら現れませんでしたね、ドームのやつ。すぐに登録抹消の手続きを取って二軍から誰かを引き上げませんと。さあケンジ君、眠りから覚めたらきっと元気な体になってるからね。あの先生、お願いがあるんですけど。ん？手術中ラジオつけといてくんないかな。巨人中日戦のラジオ。でも麻酔が効けば聞こえないよ。いいんだそれでも。俺もドーム兄ちゃんと一緒に頑張るんだ。あ、さあ試合開始だ。巨人の先発は斉藤。十式心室中核欠損症第3第4肋間切開始めます。メス。畜生、畜生、あと一歩だっていうのにどうしてできないんだ。どうして。頼む蜃気楼、もう一度現れて俺にヒントを与えてくれ。ダメか。源氏ごめん。俺諦めるのはまだ早いぞ。お前の投げようとしている魔球はボールの回転で空気を熱し、その温度差で蜃気楼を作ろうというものじゃろう。そうだけど、どうしてじっちゃんが。わしがケンジの代わりを務めよう。この年寄りが相手では不足かな。手腕監視、もう一つ直角監視。斉藤、振りかぶった、熱球スタイル。ドーム君、一度しか投げんからよう見ておけ。空気を巻き込むボールはこう投げるんじゃ。すげえ風で地面が。どうじゃ、分かったか。縦に落ちるカーブ、昔のドロップ。投げてみろ、あとはドーム君次第じゃ。じっちゃんは一体